お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、まあグローバル昨日1位行ったってことで行ったんですけど、今がその抜かされちゃってるんですよね、やっぱり。なんで今日はですね、もうこっからグローバル1位をもう一回取りに行きたいと思いますね。はい、てなわけで、まあ生マルチをこれ一戦で多分1位を抜くのは29でもらえたらいけるんですけど、30もらえたらいけるんですけど、30は多分もらえないんで、ほんまに上と当たらないと、1位か2位とか来ないと、か3位か。だから、まああと2戦ですね。2戦今から勝って、まあ今日はね、いい感じで終わりたいなと思います。はい、ってなわけで、今日も、まあこのババカを使ってですね、行きたいと思いますね。今ね、マルチが、迫撃が異常に増えてます。なんかゴレとかが多かったんですけど、ちょい迫撃が増えてきたかなっていうのがあるんですけど、まあまあこちらですね。はい、ってなわけで、まあこれ小屋が結局強いってなわけでいきますね。まだ2勝紹介は、ちょ待って紹介ないから、そしてすいません、昨日の動画を見てくださってる方はちょっと待って、昨日の動画を見てくださった方は分かるんですけど、今ね、僕今千葉に住んでるんですけど、もともと実家っていうか、その実家がまあ岡山で、その僕彼女がいてですね、彼女も岡山に住んでたんですけど、その、まあ、高校の時に付き合ってた子なんで、で今ちょっと僕の方に遊びに来てるんで、今一緒にいる形なんですけど、ちょっと昨日いろいろ割り込んできちゃって、そういろいろあって、なんか今紹介しろみたいなそれでじゃない。ちょっと待って、本当に静かにして、そしてって言われる。そしてな。でもコラボはしないから。そしてって言われるのちょっと楽しみにする。これ入ってるよ、もういいか。いたー。カーネージー、これ遅延クロスだ。相性いい。よろしく。これ遅延クロスのロケットなんですよ。アイシーズトルネメカゴのロケット型なんで、相性いいんすよね。これでもババコいたら、あれしてくるから。そう、チエンクロス、アイスイズメカゴトルネ、アイゴレロケット。なんで、まあ相性は悪くないんですよね。逆にいい、ホバリングがあるから相性いいんですよね。で、ここで、まあ、あれクロス、あー、防衛、うめー！分かってんだよな。もうなんか、何もかも分かってますね、この方は。世界一のチエンクロス使いですね。おー、はいはい。マジでこの人やばいぐらいうまいですからね。ここで僕は困りますね。どっちかにユニット出してもやられちゃうんで、一回待ちかな。ここは出してホバリングというのでクロス来たら、これな、やばい、これやばい、これどっちもやばい。これ一応どっちもこんな感じでクロスを出させないようにさせてあげて、でも多分このホバリングを処理してからあれが来る、クロスが来る。そうなんですよ。あ、待って、やばい、これずれた。危ねえ。待って、これやばい、マジやばいっすね、今これやばいですね。これ今ロリババ多分警戒だな。ロリババとファイボでやばい、これファイボいらなかったな。待ってやばい、今のやった。これ2周目クロス来る。ちょ、待ってな、集中、一回集中ですね。でも相手はホバリングがきついんで、ホバリングが。いや、でもこれ勝ちたいですね。相性いい、相性いい、めちゃくちゃ相性いい。いやー、怖っ。わかんねえよ、その攻め方が。いや、わかってるんですよ、相手はそれが。僕がもうすべて、僕がやることすべては相手はわかってるんですよね。怖ー、やばい。これもうロケット削りとかでいかれる。これ取るね。ワンチャン入るくないですか？え？入る。おいけおいけ。あー、まあまあ。いいよ。追加。で、メガゴ来る。いや、来ないのか。いいよ。で、ユーノ刺さる。オッケー。防衛がうまいな。でも、ワンチャンこれ、あと引き込みロケット削りされるんで。やばい。ババカがこっちで。そう、引きこもりがこっから怖いですね。ワンチャンロケット削りがあるんで。僕、クロスに。ファイブを打って、クロスは処理するんですけど、ワンチャンロケット削りが怖いですね。
そう、この削り方、ウッドとISPとかクロスで削ってくる。そう、この引きこもりがやばい。めちゃくちゃうまいからこれ。やば、待って、全部持ってかれるこれな。いやー、うめえな。よくわかってねえけど、俺がちょいやばですけど、まあ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 、しっかり形作っていけば。やば、その瞬間に攻める。うん、そっち行った。これやばい。あ、でもババが残ってる。やばい、陸いない。あぶねえ。これいらなかった。いやー、待って、俺が焦ってる。やばい、これでクロス置かれる。はい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 。あー、もう一個下だったな。読まれてるな。まあまあ、言うてですね、ロケット2発にされるのかな、多分。あれだ、ロケット2周でやろうとしてますね。左側に行くようにして。うわー、全部持ってかれるのか今の。これロリババでコウモリとか、いや、アイゴレで防衛されるか。待って、逆が入ってる。うん、いいよいいよいいよ。流れはある、流れはいい。オッケー、これ入る。でもウッドと取れない。バーブにはタゲ取って、メガゴ邪魔すんな。くー、相手の防衛がうめえ。あ、待って、ホバリング入る。入った入った入った。オッケーオッケーオッケー、あるある。あー、待って待って、全ザル全ザル。待って、逆も入る。で、これ逆再工場とかで言うの年か、うん、待って、ファイバーで勝った。で、こっ、うわー、勝った。ふーし、よし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 、美味しいですねこれ。相性めちゃくちゃいいけど、あぶねー、相性めちゃくちゃいいけど、なんとかギリギリですね。もし多分3位、あー、3位か。3位ですね。はいはいはい。まあ、あとは、上まであと8なんでね。9もらえれば勝てますね。どんだけ下が来ても9はさすがにもらえるから。よし、ラスワン、いきますね。おめでとう。はい。ありがとうね。よし、もう一回行きたい。もう一回行きたいけど、カーネージが、大丈夫だ。大丈夫だな。オッケー、行きます。行きます。はい。さあ。来たー！いや、マッチングするだけでなんかテンション上がりますね。やばい。やっと試合できるってやつ。ああ、もう相手これ喜んでますね。あの、大トロだ、大トロだってやつですね。まあ、そこを打ち返したいですね。ISP。ライドラホグ。が枯渇。2択クロス264択。いや、でもライドラフグだと思うんですよね僕は。 ISP 入りでだと、あー、待って、ゴレ説がある。これ ISP 入りで待つイコール、これゴレだ。なんかね、ロイヤルっていう海外のゴレ使いの大、めちゃくちゃうまい人がいる、そいつが使ってたゴレか、ワンチャンホグ2択っすね。ゴレっぽいんだけどな。ゴレっぽいんだけどな。待って、そこそう向く。いや、ゴレでしたね。結果ゴレだ。で、ライトニングだから、この工場に本当は3周を固めたいけど、コストが足りないか。エリポン行ってたらできるんですけどね。まあ無理っすね。これ1回捨てて、あ、でもこれ逆っすね、数が。うん、そうなっちゃうから、今の30周は逆ですね。右側に1で、左側に2でしたね。これを、まあ、ISP で防衛されるかな。あー、メガゴ、美味しいですね。あ、で、ゴレですね。ISP 入りの、ちょっと高回転めな、そう、ゴレですね。喜びすぎやって、よいしょ。まあ、僕もね、この、ナイトスタンプをね、入手したんでね、僕の味方にやってもらいましょう、これを。やばい。エリクサーちょっと無駄にした。はいはい、まあそんな感じで、これ今相手あのメガゴ裂いちゃったんでね、ホバリングを処理できないから、このホバリングちゃんでチクチクやりますね。で、ここでロリババつけてあげると、相手はこのホバリングの処理がねできない。完璧だ完璧だ完璧ですね。
OK。で、これで、小嬢ババからの30人たたんで、相手は終わりっすね。もうこれ、ライトニングの飛来心なんで。よし。で、これも、やばい、ターゲットが、あ、待って、これ、相手によって、これ、マスケティーや。あ、生きてくれないか。まあまあまあ、相手もうまいですね、でも、防衛が。けど、これを繰り返せば、正直勝ちなんですよね。相手だってもうゴレ展開できないんですよ。ゴレ展開した瞬間に僕は逆サイドに、あの、あれです。工場からの、始まり30、トトトンで終わりなんで。ここで多分相手はケツゴレ来い。いや、ワンチャンこれをゴレ受けされるとやばいけど。いや、でも相手コストないです、これ。勝った勝った勝った。もう一回同じですね。しょうもなっていう試合なんですけど。か、これを、そういううまい防衛をするかなんですけど。いや、うまー！待って。けど、なんか逆サイが刺さるってやつですね。OK、これも無視でいいな。これ、ババが後ろ置いた瞬間がワンチャン危ないけど、もう一回何が起きても同じことをやりますね。僕は。逆サイ工場ババ3死をすると、相手、またかよって思うから、これ。またかよって。これも、別にこれでも、同じでいいんで。あ、ワンチャンでも走る。前の30死んだけやられる。やばい。待って。ワンチャン向けたかも。え？待って。やった。本日のラットは、不調だった。ちょ、待ってー。あー、やっぱりダメだそう、もうこれで、昨日の勝ちがもう、まぐれだったということが、証明されてしまった。終わった。はい。今日はもう勝てなかったですね。ラット調子に乗ったら沼ったのはい、そうです、ラット調子に乗ったら沼ったってなわけで、もう今日はですね、終わりですね。生森ち27位、まあ、言うてちょっと負けただけなんでね、また、はい、上でのマルチ動画を出せたらいいなと思います。ということでね、本日は終わりにしたいと思います。バイバイ。